どうも、しゅんです。こんにちは。はい、というわけでですね、今回は、元、ブームの社員さんに、面接をしていただくという企画になっております。で、竹本さんと僕と、模擬面接をしていただいて、まあ、どっちと一緒に働きたいかっていうのを最終的に判断していただけたらなっていうふうに思っております。竹本さんです。どうも、竹本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、本日面接をしていただく、元、ブーム社員の、昴生さんです。よろしくお願いします。ダブルです。よろしくお願いします。昴生さんは、今、Uber で働かれていて、最近退職をされたんですけども、3年ぐらい働いていらっしゃったということで、今回は、Uber の、採用担当って言ったら怒られそうなので、YouTube 会社の採用担当として、はい、面接をしていただけたらなっていうふうに思っております。で、最終的に僕らが用意した札を、はい、どちらかを上げていただけたらなっていうふうに思っております。すごい簡易的だよ。こんなに準備悪いことないです。面接の前になんですけど、ウープさんってどういう人材というかどういう人を求めてるのかって簡単にお伺いしてもいいですか。ウームでは、自立型人材なんていうような表現をするんですけれども、自分が社員の一人としてっていう意識は、もちろんのことなんですけれども、それ以上に自分たちが、経営者の目線に立って物事を進めれる力、だから受け身ではなく自ら何かを起こせる力っていうのは結構重要視してますね。ありがとうございます。ということで実際に面接の方をお願いできたらと思います。はい、よろしくお願いします。それでは採用面を始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず自己紹介ですね。福田俊と言います。今、就活 YouTuber として活動していまして、いろんな就活に関するコンテンツを出してて、御社にすごく行きたいと思って、このメッセージにさせていただきました。よろしくお願いします。はじめまして、はい、竹本萌子と申します。現在ちょっと、いろいろあって無職で、お仕事を探している中で、運さんでぜひ働けたらなと思って、今日来ております。よろしくお願いします。はい。長所と短所を教えていただきたいんです。長所と短所。はい。まず、長所なんです。私は結構いろんなことに興味を持てるっていうのが自分の長所だと思っていて、はい、まず否定をしない、とりあえずやってみるっていうのから、いろんな私も今まで小中学校の時に起業していたり、高校では起業していたりとか、大学ではエンジニアしていたりとか、そういった行動指針が今の自分を作ってるなと思っていて、でそこが強みでもあると思います。ちょっと流れで聞いちゃうんですけど、はい、学生時代にこれを成し遂げたぞみたいなのってありますか？毎回手をつけたものは絶対にやりきるっていうのも、もう一つ自分の中でも大事なことで、でもやりきらないと面白さが分からないからなんですけど、なんで、全部野球は小学校の時に3年間やって、まだやりきってないなって、なんか自分の中でこう、ピッチャーとして、ピッチャーやったんですけど、ピッチャーで。はい。で中学でやろう、結局中学でも残せなかったんですけど、自分の中ではやりきったっていう感覚があります。高校の時も弓道でキャプテン、キャプテン、そうですね。本当に痛んでもリーダーをやるまではやってくれたなって。僕の長所は巻き込み力です。で、具体的に言いますと、人が当たり前にできるようなこと、例えば雑務と言われる書類記入とかは本当に苦手なんですよね。だけど、その自分がやりたいこととか成し遂げたいことのなんかある種の旗を上げて、で、それに、共感してくれたりとか、一緒にやりたいって思う仲間を集めて、で、巻き込むっていうところはすごく長所かなっていうふうに思ってます。何か学生時代にこれはやり遂げたぞみたいなことってありますか？学生時代で言うと、YouTube チャンネルもそうなんですけど、はい、YouTube チャンネルを起点として、ちょっとずつ大きい規模のプロジェクトを、例えば、自分の会社を作ったりとか、自分のチャンネルじゃなくて他のチャンネルを作ったりとか、就活サービスを作ったりみたいなところはしてきました。おー、なるほど。仕事をする上で、何を大切にしてますか？想像力ですかね。相手の気持ちを想像するやったりとか、自分が今やってる仕事を達成したことで何が起こるか、もしくは達成できなければ何が起こるかっていうところまで、考えて仕事をすることは大事にしています。なるほど。面白いかも。いや、本当かぶっちゃって申し訳ないですけど、僕も思いやりを一番仕事をする上で大切にしています。相手の立場になって、例えば、相手の企業さんの立場になって、働くメンバーの相手の気持ちになって、その人が求めているもの、してほしいことを
するっていうことを気をつけています、うん、好きな YouTuber さんって誰かいますか？朝銀雄さんです。理由としては天才だと思うんですよね。他のいわゆる YouTuber みたいな動画とは全く違うんですよね、うん、自分にないもの全て持ってるんですよね。そのおしゃれだし、すごいクリエイティブだし、自分が持ってないものを持ってるっていうところはすごい尊敬してます。でも朝銀雄さんすごいですよね。はい、うん、ものすごい彼女はクリエイティブだと思います。そうですよね、はい、私は、ザクレイさんで、理由は自分が好きなことを突き詰めて、それを自分のためだけじゃなくて他の人にも方法をこう簡単にして伝えてるっていう、なんかその自分の中だけで持て余すんじゃなくて分かりやすく発信しているっていう、まあ、ホスピタリティというか自分の得意さを生かした生き方がすごくかっこいいなと思って、はい、好きです。似たような会社は他にもたくさんあると思うんですが、なぜ弊社なのかっていうのをお聞かせいただきたいなと思うんですが、伸びしろあるなって思うからです。今 YouTube 会社いっぱいあるじゃないですか、はい、で御社も上場してますし、多分 YouTube の会社だと日本一だと思うんですよね、うん、ただ多分3年後ぐらいに日本一じゃなくなると思うんですよね、うん、他の会社もめっちゃ勢い伸び率でいったら産む抜かれると思うんですね。ちゃんと地に足つけてコツコツ真摯にやったら絶対巻き返せるし、圧倒的に地になれる続けると思うんですよね。なのでその力になりたいです。主にどういったことで貢献してくれるんですか？与えられた業務を真面目に 120% でやるってことをやりつつ、ウームのそのクリエイターが抜けちゃうっていうのは構造上良くないなと思ってて、やっぱ収益2割抜かれるとか3割抜かれるって結構痛いじゃないですか。しかも有名になればなるほどその痛みが大きくなるっていう構造自体があんま良くないなと思ってて、まあ、それ撤廃した方がいいかなとは思ってます。理由はウームが動画界のリーディングカンパニーだからです。おで、もっと詳しく言うとリーディングカンパニーってことは切り開いていくマインドがそもそも持っている会社だっていうところがあると思っていて、まあ、私はそのマインドがすごく自分に合っているなと思うから、まあ、他の YouTube 会社ではなく運を志望しています。弊社にこう価値を見出していただけたということですね、はい、弊社に入社後、はい、まあ、3年後の各々のキャリアビジョンっていうのはどういったものを描いていますか？この3年間で合計30本のチャンネルを10万人登録者以上にしたいなっていうのはあります、はいはい、理由は、まあ、10万人登録者以上いれば、うん、まあ、そのチャンネル解説者で、まあ、自分が行きたい生き方をできると思うんですよね、まあ、そういった方を年間10人でも生み出すことができれば、それは自分にとっても素敵なことだなと思っていて、まあ、3年までに30チャンネルを10万人登録者以上っていう目標は持っています、うん、なるほど。僕は世界で戦える会社を作りたいです。コアに関わる会社がそういった世界で戦える会社でありたいなっていうふうに思ってます。でその世界と戦えるっていうのは具体的にどういったことなんですか？日本人として誇れるような会社 で世界に向けて発信していて、で自分たちが作っている商品とかで事業が世界に認められたりとか、その日本人だけじゃなくて国外であったりとかに、価値を提供しているっていう事業を作りたいです。すごく大きい目標があってとてもいいと思います。これまでで自分がこれで成長できたなと思った瞬間のエピソードって何かありますか？3ヶ月前ぐらいから今にかけてだなって思ってます。基本的には一人でやっていうところから複数の仲間を集めてチームでやるっていうことによって自分自身も大きく成長できたなっていうふうに思ってます。チームにすることによって自分が本当に何をやりたいのかとかを痛感して、成長角度がかなり上がったかなっていうふうに思ってます。私は無償で仕事をしたことがありまして、うん、その瞬間に成長を感じました。クライアントがいたり案件として動いていたわけではなくて、まあ、自分自ら書く仕事をしたいと思っていたので、うん、とあるサイトに自分の書いたものをアップするっていうことを行ったんですね。で結局それを見てくださった方が実際に書く仕事を与えてくれたっていうことがありまして、なのでそこから得た教訓としては自分から動く
ですね。特に何か報酬とかバックがあるわけではない環境の中でいかに動けるかっていうところですね。まあ、あの仕事というのは、まあ、今ご自身でいろいろ取ってきたみたいな話もありましたけども、どうしてもやっぱり上司先輩もしくは同僚、時には後輩とねこうコミュニケーションを取って、円滑にするために、まあ、何かこう必要なこと業務を円滑に進めるためにこれが、必須だなと思うことって何だと思いますか？言語化力だと思います。具体的には今リモートとかテレワークになってるじゃないですか。いや本当に今まで当たり前にできたことがやりにくくなってるんですね。なんでそれが起きてるかっていうと、自分が思ってることをちゃんと言語化して言葉にして伝えるっていうことができてないからだと思ったんですよ。なので自分の思ってることや考えてることをちゃんと言語にして、そごなく伝えるっていうことはすごく重要だと思ってます。私は理解力だと思っております。さっき仕事をする上で想像力を大事にしていると申し上げましたが、それにちょっと近いものではあって、ただ対人に対しては理解力が大事だと思っています。まあ、理由は、まあ、例えば時短勤務の方と働く場合、まあ、5時までに仕事を終えなければいけないと理解しているかしてないかでは、すごく例えばですけど全然そのボールの投げ方も受け取り方も全然違ってくると思うので、まあ、理解力が大事だなと思っています。では、面接は以上になるんですけれども、ジャッジメントタイムですね。はい、はい、ということでですね、昴生さんに、どちらと一緒に働きたいと思ったか札を上げてもらおうと思います。よろしくお願いします。一緒に仕事をしたいな、まあ、職場に こういった人がいたら、まあ、いいだろうなと、仕事する上でね、いいなと思うかなです。山本さんですね。じゃあということで、はい、なぜ竹本さんが良かったか聞いてもいいですか？はい、そのコミュニケーションのところでも聞いたように、言語化力っていうのと受け取り方だよね。完全に言うと受け取るっていうことだと思うんだけど、僕どっちが大事かって言ったら受け取り手の方が実は大事かなというふうに思っていて、受け取り手もやっぱ努力はしなきゃいけないよね。じゃあ分からなかったら聞き返すのか、そうじゃなくて一度、まあ、自分で飲み込んでみる、まあ、それで一発で理解できればもちろんそれが一番ベストなんだけど、こう理解できなかったとしても自分の中で一回こう飲み込んで、その中で、まあ、理解する努力をするっていう姿勢が見えたのがとてもポイント高いなというふうに思いました。もちろん表現する一発で伝わる力っていうのももちろん大事なんだけど、まあ、それにとらわれない方がいいのかなと。受け取り手はどう考えるかっていうよりかは逆で、発信してる人は何を伝えたいのかなっていうのを考える力っていうのが僕は必要だと思ってるので、そこが完全に対局だったので、じゃあ選ばさせていただきました。一番注目したのは本編ですね。はい、はい、というわけでですね、今回面接していただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。就活会議さんのチャンネルの方で昴生さんに、インタビューをさせていただいたので、そちらも下の概要欄に貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。というわけで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。